さあやってまいりました、はい、こちら札幌湖でございます。おお、ね、紅葉もちょうどいい感じになってきましたね。これね、すごいね、まさに今が見どころ、ね、見どき見どころ 今が 見ごろ見ごろお客様もいっぱい来てる、はい、そうですね、いろんなところからね、うん、いらっしゃってるみたいで、ね、地元の方からあるいはいろんなね、うん、遠くからいらっしゃってる。そう、実は到着してすぐに九州から来たんですという方々にお会いしてお話伺ってました。どうですこっち、この、バッチリでした。バッチリ、ね、でも今まさに、うん、いい時です ね、 ね、うん、ね、いやもう主人が秋ちゃんの大好き、嬉しい、ね、ね、ね、秋ちゃんのどんなところがこう魅力ですかね。いやいやいや、やっぱ声がいいし、声がいいし、あら嬉しい、ありがとうございます。歌がまさに、あ、歌がね、嬉しいね、いや感謝感謝。はい、撮影日はね先週の木曜日ですが、天気も晴れてまさにねもう紅葉日和でございます。はい、うん、もう眺め最高でございまして、今日の定山渓の様子なんですけれども、こちらこれがこれ今日のですね、うんうんうん、落葉も始まってるんですけれども、まだまだ紅葉を楽しめるそうです、うん、ね、綺麗ですよね。そんな札幌の奥座敷定山渓をブラブラしていきたいと思います。いや、ゆっくり散策するのにいいね。いいね、やっぱり、あ、定山渓といえばやっぱここですねここですね結構新しいお店なんかもね、そうですね、増えてるっぽい。うわー、真っ赤っか。このもみじいいんじゃない、これ多分定山渓の中で一番赤いな、これ。定山渓の中で一番赤いこうやって下向いてもらっていい？うん、あ、いい、うん、いい、いいね、いいの取れた、これいいの取れたね。あー、これいいや、これね、ね、あ、いいんじゃない、これ。みんなもちょっとこういう取り方してみてもいいんじゃないですか、うん、こういう取り方ね取り方のアドバイスを、アドバイスねえ、ほんとたくさんのお客さんまでにぎわってましたけどもね、国道沿いを歩いてたらちょっと気になるお店見つけたんですよね。あ、なんかお店だ、天丼たまき、カレー屋さん、定山渓、辛さゼロ、インドカレー、マイル、タイカレー、コーヒー、へぇ、そう、なんかね、天丼屋さんなのにカレーってのが気になって、秋田が交渉に来ました。すいません、ありがとうございます、OK でした。 ありがとうございます。ダンディなマスターがカレーを作っていますよ。ダンディカレー、ダンディカレーお邪魔します。こんにちは、改めまして小橋明と、あ、タクタカズヒロと申します。マスター、本当、あ、なんかすごい、ね、かっこいいでしょ雰囲気、うん、あれいいですね雰囲気。カレーハウス定山渓っていう名前なんですけど、はい、実はもともと天丼屋さんなんですよ。はい、それで天丼屋さんのご主人が、はい、あのちょっと病気で入院されちゃって、それで以前から自分お店をちょっと出す計画があるんですけど、やってみないって。じゃあ期間限定でみたいな。とりあえず限定ですね、やっぱり。すごい超レアなラッキーに来たね今。ちなみにいつまでやられてるんですか。それがね、ご主人さんが明日退院されて戻ってくるんですよそういうこと。ちょっとあれ、幻の明日、そのご主人さんと、まあ、打ち合わせして、はい、いつ私らが撤収すればいいのか、はい、そうなんですか、気になるでしょ。さあどうなったか、出ちゃった、あ、出ちゃった。11月4日までオープンということでございます。天丼専門店味どころ玉木が一時休業、カレーハウス定山渓として11月4日までです。若い頃からちょっとそういうロックンロールっぽい雰囲気、若い頃おしゃれ、ね、藤井達也さんみたいな、うん、確かにね、ちょっと、ね、バンドでやってたんですか。いや、フォークギターだから松山千春が好きこれそっちじゃないんだよ、アルペジオです、アルペジオ。もともとカレーをなんかどこかでやられてたんですか。いや、カレーはね、もうこれセルフで、東京にいた時 の、はい、あの国分寺っていうところに住んだんですけど、そこ結構カレーが美味しい店がありまして、へー、だからそこでちょっとあのお手伝いをしつつ盗み見する、盗み、あら、メモって、メモってじゃあそっからアレンジして、はい、さらして、はい、
美味しそう。でね、これ国分寺で修行したインドカレー、辛いもの好きの私のために選べる辛さよりもう一段階辛めで提供してくれました。すごいスパイシー。うん、あ、おいしい、おいしい、おいしい、うん、甘っ。おお、あ、甘い、うん、甘いの、甘い。これ玉ねぎの甘さですかね。玉ねぎと、まあ、あとあのサモトとか、加えてますよ。あ、なるほど。食べたことないような味わいだな、このカレー。あ、なんか、あ、うわ、熱っ、熱い辛いのがぐわって今、食堂から。あ、すいません。あ、またこれ全然違う。うわ、美味しそう。 ありがとうございます。すいません、別物で。めっちゃすごいスーピーな感じですね。スーピースーピー、それスーピーって言わないです。新しいですね、スーピーカレー。スーピーって何？まあ、ちょっとこうね、スープっぽい。スープっぽいでいいじゃない。スーピー美味しそう。そう、え、これお豆腐なんだろう。それ豆腐っす。豆腐、へ、いいですね。辛っ。今頃来たの。だから言ったのさ、どうしようかなと思ったの。後から来るみたいな。タイカレーの方はね、ちょっと、うん、マイルドさもあって、そこにこれ豆腐もあってて美味しかったね。豆腐入ってたよね。そうそうそう、うん、なんか、ね、東京にいる時にこれもハマったカレーだってご主人おっしゃってましたね。で、そんなこんなでね、計画中のお店の話になりまして、コンテナとユンボが置いてあるんで、うんうん、あー、じゃあコンテナも置いてある。コンテナ置いてある。ご覧ください、こちらが制作途中のお店の敷地です。オープンは来年を目指しているとのことなので、ぜひ楽しみにしててください。コンテナが目印、来年です。はい、そして50メートルくらい横にね、2017年からオープンしているロケールっていうカフェがありまして、今の定山家の移り変わりをちょっとね聞いてみましたよ。だいぶ変わったんじゃないですか、この辺。そうです、変わりました。人の流れとかどうですか。私たちが本当お店やった時って、インバウンドの方もそんなにいなかったですし、今8割方インバウンドのお客様、平日もすごく、今日もね平日ですけどすごくにぎわってますよね。本当平日とは思えないにぎわいっぷり。で、今日最高にいい天気で、見頃で、いい日にいらしてる。あ、嬉しい。うん、食べるところあのたくさんできたので、観光の方もきっと楽しいんじゃないですかね。ですね。なんかちょっとその先にあのコンテナが2つあるんですけど、はい、カレー屋さんになる予定みたいです。あ、そうなんですか。ご近所にね、そうそう、カレー屋さん、ここよりも早くて、オープン前のカレーも食べられるんですよ。これも美味しかったな、抹茶ラテとかも。抹茶ラテ美味しかったな。でもあれだよね、あの多分定山家しばらく行ってませんよっていう方、びっくりすると思う。どんどんお店、そう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 、全然違うよね。行くために楽しめるしかと思いますんで、はい、ということでね、ぜひおすすめでございます。はい、以上、たくあきぶらりサーチでした。はい。